京都の舞妓さんへのインタビュー動画が海外で話題です。海外からの旅行者にとって舞妓は日本文化を象徴する存在であり、その姿を見るのを楽しみに来日するという人も多いようです。舞妓は茶屋や料亭、旅館などにおいて舞踊や歌などの芸で宴席を盛り上げ、客をもてなすことを仕事にしている女性のことで、芸妓の見習い修行段階の人を言います。最近は宴席以外でもテレビなどのメディアへの出演、養護施設や病院への慰問、そしてなんと海外での仕事も増えてきているのだとか。これまでは馴染みのお客さんしか入れなかった京都の花街ですが、京都市が観光イベントとして協賛したことにより、お茶屋でお座敷遊びのイベントを開催するなど、一般の観光客も花街文化を体験できる機会が増えているそうです。映像では当時18歳だった福苗さんにインタビューし、日々の活動に密着しておられます。髪のセットや着物の着付け、また舞妓さんの特徴である白塗りの化粧の大変さがよくわかる内容ですね。昼間はしっかり三味線や舞の稽古をし、夕方からお座敷に上がるそうです。芸妓さんを目指して修行中の福苗さんのインタビュー映像に対して、その美しい見た目だけではなく、しっかりとした受け答えなど内面の美しさに感動する外国の方たちのコメントが多く寄せられています。それでは反応をご覧ください。